めかです。ゆらりです。ももかです。ピンク、ラテ、ティー、ビー、始まるよ。イエーイ。めっちゃ楽しみな企画だ。というわけで今日の企画はイヤホンガンガン面接です。イエーイ。テーマが PLTV 学園っていう高校、大学？高校ですね。の入試の面接っていう設定です。はい。で、私と姫香が面接官。くりももちゃんが面接を受ける人になります、はい、じゃあ早速いきましょう。せーの、スタート。よーい、スタート。お願いします。なぜこの志望校を、名前を聞かせてください。なんで、はい、もう一回この志望校を選んだ理由。あー、やっぱり鉄板。そうなんですね。ピンクラテ TV に憧れていて、あの PLTV 学園に志望しました。 ありがとうございます。あなたの名前を聞かせてください。私の名前は、はい、田桃香です。勉強は得意な方ですか。そうなんですね。静岡県出身です。吹奏楽部。あ、吹奏楽部に入ってた。ファイヤー。そうなんですね。ありがとうございます。はい、かわいい。勉強は得意ですか。偏差値は何ですか。勉強は得意です。勉強は、この学校偏差値1023ですが大丈夫ですか。33。大丈夫ですか。1023。余裕じゃないですか。全然余裕じゃないですか。1000。1032。1032。1000。面接の最中に30歳。え、面接の最中に。全然余裕。あなたは何歳ですか。私ですか。あ、まああれですね、2053ぐらいですかね。甘いスイートスイートは美味しい。見た目50歳。え、なんでな。え、あなたは他の高校と比べてここの高校のダメなところは何だと思いますか。あ、まあ私は中学校の時に吹奏楽部に所属していて、すごくいい成績を収めたので、この高校も吹奏楽部がすごく強いのでそうして入りました。あなたは中学校の頃にはスモップに入部してて、ここ、え？はい。好きな食べ物は何ですか。好きな食べ物はかぼちゃです。めっちゃ聞こえてますね。犯人は曲終わってた。誕生日はいつですか。誕生日3月30日。おー、なるほど、ね、受験にしてはずいぶんおしゃれですね。4月の1個前。パーカーとかはちょっと。パイナップル。受験にイヤリングとかちょっとダメです。イヤホンダメ。違います。またあなたちょっと非常識です。あなたはちょっと卑怯です。え、京子イヤホンかわいい。ピンクイヤホンは卑怯。え、全然何言ってるかわかんないよ。え、好きなユーチューバーは誰ですか。好きなユーチューバー。え、ダメですよ。好きな幼稚園。好きなユーチューバー。幼稚園が何ですか。幼稚園。好きなユーチューバー。好きなユーチューバーは好きなユーチューバー TV です。あ、合格。はい、終わりでした。ここまで。はい、終わりましたね。終わりましたね。本当にくだりとかなんて言ってるか絶対解決はしてないと思う。全然わかんないから。幼稚園とかめっちゃこれオンエア楽しみ。幼稚園とか聞こえた。幼稚園とか言ってない。言ってない。多分好きな YouTuber って言ってる時にずっと好きな幼稚園って言ってた。じゃあそれかな。YouTuber 楽しみ。どんなことを話してるのかちょっと楽しみです。はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。